チェス。はい、本日ちょっと早いですけどチョコレートもらいました。男子からジチロ。いつもねこのバウムクーヘンは持ってるんですけど、このバウムクーヘン、あの僕の人生で一番美味しいです。はい、でも静岡かどっかなのかな。だけどこれどこで買えるのかな。多分関東だったら買えると思います。ジチロお取り寄せもあるそうですね。この中で今回チョコレート、男子からバレンタインでちょっと早いですけどって言ってもらって初めてやな。よし、ここから開くのかな。わっ、なんかね期間限定クリスマ、バレンタインデーよりちょっと長めにあるのかな。もう見てこの高級感漂うこの感じ。いつももらうバームクーヘンよりちょっと薄め。何なんだよこの高級感。うわすごいめっちゃすごい、これちょっとすごいことになってる。ちょっと大丈夫かこれ。じゃあ開けて出してみよう。やばいこれ、これやばいわ、これやばない。バウムクーヘンか、これバウムクーヘンじゃないな、これナイフあったかな、切ってみよう。ナイフあったかな、切ってあるんだよな。あったあった、よし、ちょっと切ってみます。固っ。え、これ完全チョコ。え、嘘や、完全チョコこれ。ちっちゃくチョコ、夜やし。うわ、完全チョコや。すごいこれ。あ、だけど違うな。いただきます。うん、なんかやっぱり全然違う。これ何やろ、シルベーヌかシルフィーユかなんかのチョコレートのカカオ乗ってたでしょ。あれの超圧縮濃縮版みたいな。なんかね、多分ねこれバウムクーヘンの生地なんやけど、その中にびっしりチョコレートが染み込まして固めてあるじゃない。うん、うまっ。めっちゃさっぱり。あら、これええわ。いや、今までのバームクーヘンとはまだちょっと違った感じなんですけど、うん、なんか高級感漂う。うまい。ジチロのチョコレート限定だそうですんで、興味ある方はお急ぎになすってください。はい、うん、これいいな。ベッドフェス協会